はい、実況させていただいております、シロックマンです、よろしくお願いいたします、今日はねファミコンのですねファイティングロードですね。はい、こちらやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ほぼ初プレイになりますね。はい、ほぼ初プレイですね。ほんまに本当にあんまりやったことないですよ。購入したのはだいぶ前なんですけど、本格的にやるのはねほぼ初めてに近いですね。はい、じゃあやってみますね。まあ、対戦格闘みたいな感じのゲームですね。ハルキは小柄な東洋人の姿を追ってアマゾンの刺繍に分け入った。夜は昨日で眠り、昼は獣道を走る。そんな追跡が3日の間続く。ようやく追いついた時、すでに4日目の朝日が昇ろうとしていた。カタカナ読みにく。あ、これね。これ前最初の敵ですね。これ老人ですね。中国老人みたいな。まあ、これ蹴りの方がね、リーチが長くて当たりやすいですね。倒した。まあね、見た通り対戦格闘ゲームになってますね。やっと追いついたぞ。お前たちは何者だ。弟について何を知っている。洗いざらい喋ってもらおう。ふふふ。おびき出されたことにまだ気がつかないのか。おとなしく日本にいればいいものをピラニアの餌にしてやろう。なんじゃこの老人は。まだやるんか。さっきより強くなってんですよね、こいつ。さっきより強くなってますよ。やばいやばい、めっちゃ強いやん。間合いを考えて戦うか。なるべく離れてね、あいつの攻撃に当たらないように戦うしかない。あかん、まだ負けてる。ちょっとこっち行こう、こっち行こう。あかん、危ね、危ね。強いな、なかなか。よしよし。なんかあれ必殺技のメーターみたいなのあるけど、使い方がわからんからな。説明書がないから。惜しい。よし、いった。さすがに大したものだ。わしでは所詮かなわなかったか。教えてやろう。弟に会いたければさっきの流れを遡ることだ。我々に手向かったことを必ず後悔させてやる。苦しみ抜いてお前は死ぬ。地獄で待っているぞ。なんじゃそりゃ。パスワード、ビューティフルって書いてあるな。うん。これ、なんか、いろいろできるんやな、これね。いまいち意味がわからない。どういうことやろうな。いろんな技が一応あるんですね、このゲームはね。どういうことなんやろな。残りとかのね、どういうことなんやろ、これ。まあいいや。これでまあ、二つ目の面か。一人目の敵が残した言葉に従い、ハルキは、川沿いの獣道を進んだ。人の気配を感じて振り返ると深い茂みの先の洞窟に入る女の姿が見えた。女を追ってハルキは洞窟に入る。お、今度女の敵か。
わ、強い。ちょっと待って。ちょっと待って。ジャンプしてる、ジャンプ。もう、避ける。ちょっと待って。ジャンプどうすんの、これ。うわ。ゲームオーバーか。うわ、ゲームオーバーや。いやー、これね、パスワード覚えてなかったらやり直しやね。L。これ2枚ですね。あ。よし、倒した。俺は女と戦いたくない。素直に教えてくれ。弟はどこにいる？お前たちは何者だ？お前の弟思いはよくわかった。だが、お前は横で死ぬ。死にゆく者に何を教えても無駄だろう。死ね。というか、女性とは思えない喋り方やな、こいつな。怖いな、なんかな。青ざめてるしな。さっきより強くなってるんですよね、これね。減り方がね、さっきより遅くなってるから、こっちは食らってる状態ですからね。減ってる状態ですから、こっちは。ジャンプどうすんのやろ、これ。あかん。ああ、やられた。また先にどっかやるんかな、これ。難しいっすね、これね。最初からやん。なるべくこれあんまりダメージ受けないようにして倒さなあかんってことやな。あかん、あかん。こっちの方が減るダメージ大きいやん。ほら、ヒールダメージがこっちの方がはるかに大きいから不利ですよ。これね、必殺技みたいなゲージがあるけど、どうやって使うんやろな。それが分からないと勝てないんちゃうの。あー、もう一気にやられるんだよ、これ。あかん。まあまあ、こんなもんですわ、今日はね、とりあえずね。はい。これで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube のチャンネル登録をお願いいたします。